No. こんな感じ。ね、あっ、バカ、まだチーズを切らなきゃいけないんじゃん。ご紹介をしようと思います。サランラップ2個、ゴミ袋3つ、キッチンタオル、スケートティッシュ、あ、10個のやつを2つ、もうこっちはちょっと使っちゃってます。日用品のご紹介でした。はい、人生で初めてお高めのアクセサリーを購入してしまいました。テンション上がってます。まずこっちからご紹介します。田崎のアクセサリーです。じゃじゃん、ピアスを購入しました。バランスネオイヤリングです。こういう風に切れ目が入ってるから、ここから取れてこんな感じになってます。つけるのがとっても楽しみです。この部分がピンクゴールドのやつもあったんですけど、ピンクの方は肌になじみやすいので、ここの部分が目立たなくって目立ちやすいイエローゴールドにしました。かわいい、ほらかわいいですね。
そうと、お次がこのバンクリです。じゃん。ド定番のアルハンブラを購入しました。かわいい。でこの形が四つ葉のクローバーの形になっていて、幸運のシンボルということで、お守りのように持てるペンダントだそうです。そうで、ここの店員さんが本当にプロだなって思いました。ハイブランドって結構雰囲気に飲まれてしまって緊張したりしてしまうことがあるんですが、ここの店員さんは本当に丁寧だし、本当に優しいし、なんだろう、愛嬌があるんですよね。あ、これぞプロだって思いました。うん、ときめく2つを購入しました。かわいい、眺めてられますね。1年以上悩んでソファーを購入しました。とってもお気に入りです。この手を置く場所がない場所もあるので、身長が高い方もまあだいたい足を伸ばせるんじゃないかなって思います。みちょと、そうだね。